サインコサインはいつ使う？来ました。お前なサインコサイン使わないと音楽作れねえから。音楽っていうのはねサイン派なんですよ。全て全てじゃない、ごめんめっちゃ嘘ついたわ、ごめん今めちゃくちゃ嘘ついたわ。いいか、サインっていうのは音ですよ皆さん。サイン派っていう、そうサインは音ですから、皆さんサインコサインをタンジェントを勉強しないと今音楽が聴けてないですよ。数学の問題は文章じゃないから。ちなみにですね、数学ができる人っていうのはね、平均年収がね、他の5教科の得意な人よりもね、なんだっけな、100万ぐらい高いっていう統計データがあるんですよ。数学得意、いや、数学全然得意じゃなかった。つまんないじゃん、あんなの解いて。これね、楽しいか楽しくないかなのよ。俺は絶対そうやってずっと意地を張ってる。勉強、数学は本当にできなかったけど、楽しくなかったんだもん、数学が。だからもうさ、例えばなんかこの袋に手を入れて、これは何通りありますか、たくさんありますとか書きたかったもん。数学ってなんでみんな苦手かっていうと、一番難しいからなのよ。やっぱりこの時代に、この世の中で一番使うのってやっぱ数学です。だから数学ができるやつは全部のレベルが高いんだって。でも今マジで数学の勉強したい。